まあ、名のある武将は大体誰かの故障です。まあ、秀吉であれば信長の、はい、雪村で真田であれば秀吉の家中の着付けをしてたとされています。あ、そうなんですか、はい、そういう人間を雇うことができないようなちっちゃい武士の家系はですね、はい、お母さんか奥さんですに着付けをしてもらう2人ですね。これ今明日かです。よいしょ。すいません、ちょっときついですが、はい、ありがとうございます。中に鎖かたびらを着て、それをきつく縛るぐらいですね、かなりきつく締めます。でも今の役者さんやっぱりみんなちょっと嫌がったりするので、岡田さん、勘弁の岡田さんですよね、はい、あの人はちょっとおかしいんで半分格闘家ですから。そうですよね、うん、そうです。本当にリアルを求めて着られてます。ですね、もう今のこの状態で非常にお似合いですね。世界なので本当はタブーなんですが、日本の甲冑だけはですね、それで弓を引くので、はい、この状態でただ弓を引いてしまうとですね、矢が入ってしまいます。なのでですね、日本の甲冑だけはこちら構えでこのように引きます。ちなみに400年前、日本の武士はですね、右利きしかいないです。あ、そうなんですか。はい、左利き、まあいたんでしょうが、強制です。これは左に刀を刺して、刀は右で抜きますんで、現代だったら左利き用のハサミとかありますが、当時なかったのでですね、みんなこの状態です。よいしょ。失礼します。後ろからです。きますね、はい、で日本の甲冑ですね、基本フリーサイズになってまして、どんなに太ってる人でも着れます。お相撲さんに着付けることもありまして、ね、お相撲さんだとこうなります。まあ、さらこれ実はですね、今にある剣道とか合気道とか空手とか、あれ全部江戸時代以降にできたものなんですね。で唯一安土桃山時代の文化を残しているのは相撲です。相撲だけはもっと昔からあったのでですね、なので大関以上になるとですね、甲冑を着るというイベントがあるんですね。相撲取りは実は横綱になると隣に太刀持ちとか兜持ちとかいるじゃないですか。太刀持ち、太刀、これのことです、はい。で相撲に関わるスタッフは呼び出しさんとか行司さん、はい、右脳とか言ってる人たちは、私と同じような服装をしてます。ズボン式の袴ですね。そうなんです、唯一日本で安土桃山時代の文化が残ってるのは相撲なんですよ。痛くないですか、はい、ですか、はい。ですね、そのやっぱりこうちっちゃいところで軽量化されてるんですね。ですね、鉄を薄くしてます。はい、90年代初頭ぐらいまでは本当に40キロで作ってたんですが、役者さんからのクレームでですね1日ロケに耐えられないということで、今は軽量化で20キロに、はい、なってます。これですね、偽物です。はい、偽物なんですが、本当撮影で使ってるものなので刺さるぐらい尖ってます。はい、限りなくここは本物なのでちょっと気をつけていただけると、はい、よいしょ。でこれ一度左手で持っていただいてですね、腰に当ててください。はい、刀を甲冑につける際はこの白い晒しで身につけます。実際
甲冑飾ってる時はですね、なんか立派な腰紐で飾るんですが、体につける時はですね、必ずこの白いさらしで身につけます。これこれから戦いに行きますんで、戦いに行くときは当然保存食を持っていくんですね、はい、で当然今の軍隊、自衛隊とかもリュックサック背負って缶詰とか多分持っていくと思うんですが、当時そんなものもないのでですね、この白いさらしに革のポチ袋みたいなのをいっぱいぶら下げてですね持っていきます。でさらしだとこう広がるので、ここに干しですね、干したお米とかをもう挟んで持っていきます。これがもう当時のウエストバッグです。そうなんですよ、食料です。これはなんで落ち武者狩りはさらしから取る。わあ、なるほど、はい、って言われてます。いいですね、ぴったりですね。すごい暖かいですはい、暑くなってきます。馬の上で使う武器、馬上で使う長い武器、太刀というものをつけます。これも戦国時代特有のものでですね、江戸時代になるとこれも禁止されるので出てこないです。必殺仕事人とかああいうドラマにはですね、こういう武器は出てこないです。これが太刀です。よいしょ、ちょっとごめんなさいです。そして刀と違って、刀は腰に刺していると思うんですが、太刀、はい、その下にこうなっていると思うんですが、これはですね、抜こうとするとですね、長すぎて下にあるので抜けないです。ちょっと試していただくと、ちょっとこう手がおとととってなってしまう。これ完全に馬の上で使う武器です。なのでこう馬にですね座る感じでこう腰を落とすとちょうど手元に来ます。そして抜けます。はい、で馬に座ってますんで、馬の下にいる歩兵をなぎ倒すためにこう長くできている、これが太刀ですね。あ、実はじゃあ下で使うには向いてない、はい、向いてないです。立ってる状態だと抜けないのでですね、抜こうとするともう腰を落とさなければいけないので、はい、なので馬に乗らなくなる江戸時代には使われなくなります。で刀は腰に刺すっていうじゃないですか、太刀は履くと言います。太刀を履く、ズボンを履くのと同じです。これも絶滅してしまいまして、今では相撲界だけです、残ってるのは。ただ甲冑には必ず太刀を身につけます。はい、これですね、鉢巻きをもちろん兜を後ほど被っていただくんですが、はい、本当に兜ですね、重いのでとてもじゃないけど戦えないです首を振るのも結構辛いのです実際に戦う必要が出てきたら、この鉢金ですね、打ち入れ使うような、よいしょ、こちらになります。兜ですね、ただの鉄の塊なので、はい、そのまま被ると痛いんですね。なのでですね、この苗絵干しというものを被ってから兜を被ります。ちょっと待ちください、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。日本語の勝って兜の尾を締めろの、はい、油断するな。ちょっとだけ足は開いていただいて、でこのままリラックスしてこう立っててください。ありがとうございます。